クモニ83型は、かつて、日本国有鉄道及び、西日本旅客鉄道に在籍した直流用荷物制御電動車である。新性能電車と並結可能な、旧性能荷物電車として、72系電車からの改造により、1966年から1975年に、かけて51両が改造された。 1970年には80系電車の改造車3両もこの形式に編入されているが、72系、改造車との共通性はなく、新性能電車との並結も不可能である。中央東線の雲に83型と115系、上越線の雲に83系、雲 U141 型と115系1966年12月の 中央東選客車列車の一部電車化に伴い、荷物専用電車が必要となった。当時は72系電車を改造した、郵便、荷物電車として雲湯に74型が、東海道本線向けに登場しており、新生車体と72系流用の走行機器を組み合わせた、旧型電車ながら、電磁直通ブレーキの採用で新生の電車と、並結可能な仕様となっていた。 中央東線には同様の仕様で、強小トンネル対応として屋根高さの低い前室、荷物車が投入されることになり、1966年7月に、雲に83型800番台が登場した。1967年に、上越線の客車列車が電車化される際に、郵便、荷物電車の投入が必要となり、郵便車は新性能電車の雲湯141型が、 申請されたが、荷物車は、モハ72型を種車にクモに83型が改造されることになった。800バンダイをベースに、屋根構造を通常屋根とし、クモユ141型や70系、電車、115系電車など多くの車種と、並結運転を行うため、ブレーキの新旧切り替え装置などを搭載した例、バンダイは1967年6月に登場した。 1969年には、飯田線で使用されていた80系の郵便、荷物合わせ作り車、雲湯に81系産業が荷物専用車に改造され、1970年に、雲に83型の100番台へ編入された。100番台は同一形式ではあるが、形態、性能とも他の雲に83型との共通点はない。 ここでは 72K から改造された800番台、0番台の構造を主体に記述する。車体は雲湯に74型がベースであり、800番台は低屋根構造、0番台は通常屋根構造となった。前面は悲観通で左右にシールドビーム式の全小灯を、核全小灯のもとに微灯を設けた。通風機はグローブ型で、警敵は、 雲湯に74型と同じく床下に搭載された。室内配置は、前くらい側より第一運転室、荷物室、貴重品室とトイレ、二扱会社小室、第二運転室となっており、側扉は乗務員室扉が幅5 0 0、mm、トルの、開き戸、荷物室扉が幅1 8 0 0ト、mm、ルの両引き戸で、ある。荷物室の荷重は11トンである。塗装は、 中央東線向け、横須賀線向けが青15号に、クリーム1号の横須賀色、その他の線区向けが機関色と、緑2号の湘南色となった。走行機器類も雲湯に74型と同じく72軽電車からの流用品が多用されているが、同時期改造の雲湯に82型と、同じく主電動機は、出力1 4 2キロワットの MT40 バイト型、電動発電機は、 容量 3kW の m h z 7 7ト、d m 4 3トに変更された。台車は、雲湯に74型と、同じく DT13 型が採用された。パンタグラフは、当初の改造車は PS13 型を2機搭載していたが、1機しか使用しない例が多かったため、後期の改造車は1機搭載となった。1973年以降の中央再選。 中央東線向け改造車は、通常屋根に折りたたみ高さの低い PS23 型が搭載された。後に、パンタグラフ2機搭載車の一部車両でも1機が撤去されているほか、通常使用する1機を PS16 型へ交換する改造も行われている。例番台では115系や70系など、多数の車種と並結を行うため、ブレーキの機能として、 新旧自動切り替え装置が搭載された。この装置は、ジャンパ連結機の組み合わせにより、並結先の車両に合わせた、マスコンブレーキを自動で選別して切り替えるもので、電磁直通ブレーキの1 1 5系など新性能電車、自動空気ブレーキの7 0系など旧性能電車の、どちらとも連結が可能となる。800番台などでも以降の増備車に搭載されたほか、後に従来車にも、 同装置の設置改造が行われている。改造主車により二つに大別され、性能、外観が異なる。中央東線普通列車の一部電車化に伴い、低屋根構造のグループとして1966年7月に登場した。中央東線の他広島地区や横須賀線にも投入されており、1966年から1973年までの7年間に、 雲に83,800から820の21両が改造された。当初は同時期に搭乗の郵便、荷物合わせ作り車、雲湯に82型とともに中央線とそれ以外の線区も含めた共通設計として低屋根構造とし、番台区分も0番台とする予定であったが、計画変更により低屋根車を表す800番台となった。 車体は強硝トンネルへの入線に対応するため、屋根高さは 3510mm に下げられた。雨どいの高さは、雲に83800から805は115、計に順じて高くなっていたが、以降の改造車は、種車に合わせた位置となった。雲に83814以降は、同時期改造の0バン番台と同じくパンタグラフが一気搭載と、 なり、818以降は、新旧自動切り替え装置が搭載された。鉄道に持輸送の縮小により、1985年度までに大半が廃車となったが、国鉄最終日の1987年3月31日付で、雲に83,805が、主権者の区や497型に改造されたほか、雲に83,815が、 JR 西日本に継承された。雲に83,815は1989年3月に廃車となった。雲に83,500高崎線、上越線系統の荷物列車の電車化に伴い、通常、屋根構造のグループとして1967年に登場した。中央線、篠ノ井線など、 各地の幹線区にも投入されており、1975年までに、模波72系、雲波73型から雲に83000から029の30両が改造された。車体は800番台の低屋根構造を通常、屋根構造とし、屋根高さは、雲湯に74型と同じく 3634mm となった。側窓は、 幅 700mm の二段上昇窓が用いられたが、窓隅は角形となった。浜松工場で、改造の012-015は2枚一組に並んだ、窓の四隅にのみ R が付き、雲に83型で、唯一畑製工場で改造された雲に83,021は、窓隅すべてに R が付けられた。ブレーキは、新旧切り替え装置が装備され、 70から9系ジャンパ船が装備された雲湯に74型、雲湯に82系、雲に83型で新旧切り替え装置のない車両とは誤作動防止のため並結不可能である。当初の製造車はパンタグラフが2機搭載されていたが、後期車ではパンタグラフを1機搭載として通風機を1個増設した。1973年の雲に83,022 以降は、中央再線、篠野井線電化用として、パンタグラフが折りたたみ高さの低い PS23 型となった。1975年の中央東線普通列車の全面電車化として投入されたグループは、PS23 型搭載と共に塗装が横スカイロとなった。国鉄末期までに大半が廃車となったが、 雲に83005.026027の3両は JR 西日本に継承された。1988年に3両とも旅客車、雲波84型に改造されて、宇野線で運用され、1996年に廃車となった。80系グループの雲に831300番台は、80系の郵便荷物合わせ作り車、雲輸八81型からの改造車である。 1968年に、東海道本線から、飯田線へ転用された雲湯ニ8万1 0 4から006、1 9 6 9年に、荷物車へ改造。翌1970年2月に雲に83型に、編入され雲に8万3101から103に、改版された。形式は同じ雲に83型ではあるが、72、軽改造車とは、携帯。 性能とも別物である。飯田専用として使用されたが、飯田専の新性能化に伴って1983年から1984年にかけて廃車となった。クヤ497型雲に83,805は1987年に滑り粘着台車の試験車であるクヤ497型に改造され、 国鉄最終日の1987年3月31日付で、春行した。鉄道総合技術研究所の所有で、東日本旅客鉄道の車席に編入されたが、1996年に、除席された。雲波84型1988年の、瀬戸大橋線開業に伴って、ローカル線となる、宇野線の茶山町宇野間の輸送力的成果のため、 保留者として JR 西日本に継承された雲に83型の三両が旅客車の雲葉84型に改造された JR グループで唯一の旧性能電車の新形式である1995年に雲葉123型の転入で置き換えられ雲葉84型は1996年に全廃となった雲に83型は中央東線 上越線や東海道、山陽本線系統で運用された。中央東線では、雲湯282型と、上越線では、雲湯141型となど郵便、荷物電車多形式との並結も行われた。東京地区では、汐留、隅田川の両駅が大規模な荷物基地となっていたが、年末になると、両駅の中継荷物量が大幅に増加した。 1971年からの数年間は、年末の荷物輸送量増大による取扱い荷物集中防止の試しを止め、隅田川の領域を経由せずに、東海道本線と上越線を結ぶ新潟、大垣間の臨時荷物電車が設定されており、雲に83型2両の間に72系、電車3両を挟んだ編成で運転された。 1985年3月のダイヤ改正での荷物電車運用の縮小により、上越線での運用は、美延線から転入した雲湯243型で、東海道本線での運用は、飯田線から転入した雲湯247型などで置き換えられ、中央東線の荷物列車も、この改正で運用終了となった。雲に83,803は、廃車後に、 大船工場の入れ替え者となった。1986年3月のダイヤ改正で、関西地区の荷物電車運用は、大阪姫路間の荷物列車1往復のみとなり、この列車も、同年11月のダイヤ改正で廃止となった。この運用に使用された雲に83型4両は、1987年の国鉄分割民営化で、JR 西日本に継承されており、 うちれい番台3両が1988年の、宇野線、茶屋町うの間普通列車用として、雲葉84型に改造され、800番台の雲に83,815は1989年に廃車となった。雲葉84型も1996年に3両とも廃車となった。鉄道総計の雲に83,006雲に83,006は、 鉄道総合技術研究所に譲渡され、キハ30型とともに電車と機動車の協調運転試験など各種試験に用いられた。2008年には東芝の府中事業所に譲渡されて試験車両として使用されたが、2020年には同所の区ハ103から525とともに千葉県いすみ市のポッポの丘へ移設され、同年7月11日より保存展示されている。 ありがとうございます。